スタイルズ層の怪事件は、1920年に発表されたアガサクリシティの長編推理小説である。著者の商業デビュー作であり、エルキュール・ポアロシリーズの長編第一作かつ初、登場作品にあたる。発表は1920年であるが、執筆は1916年であり、また、アメリカでの観光年である。イギリス本国での出版は、 翌1921年である。日本語書訳は、スタイルズの怪事件。クリスティは1916年に本作を書き上げ、複数の出版社へ原稿を送ったが、採用されなかった。彼女自身、応募の事実を忘れた頃にボドリーヘッド社のジョン・レーンに見出され、最後の章を書き直して1920年に出版された。 当初は新人作家としては、まずまずの2000部程度売れただけであったが、その後着実に評価を上げて、ミステリーの古典として認められるようになった。本作は薬剤師の助手時代の経験が活かされており、後にクリスティは読者の感想の中で最も嬉しいと感じたのは、調剤学の専門誌から薬物に関する知識を褒められたことだったと述べている。本作は風変わりで、 ユーモラスなベルギー人探偵エルキュール・ポアロの初登場作品であり、同シリーズのレギュラーであるアーサー・ヘイスティングズやジャップ主任警部も初登場している。ヘイスティングズがポアロの活躍を記述したという作品形式は、シャーロック・ホームズシリーズに見られる当時の主流であった推理小説の形式である。なお、本作品の舞台であるスタイルズ層は同シリーズの完結作である。 カーテンの舞台としてても使われている。第一次世界大戦中に負傷し、イギリスに帰還したヘイスティングズは、旧友、ジョンの招きで、エセックスにあるスタイルズ嘘を訪れる。ある夜、20歳年下の男と再婚した、ジョンの義母エミリーは突然発作を起こし、一時は持ち直したが、再び発作に襲われた彼女は、息絶えてしまう。 エミリーの死に疑問を抱いたヘイスティングズは、再会した旧友ルキュール・ポアロに、事件の捜査を依頼する。自動書 AB、自伝第5部、V ハット、アガサクリスティ百科辞典、須藤康夫、編より、作品辞典長編、一スタイルズ装の怪事件を参照。ゴルフ場の殺人巻末解説参照。赤は、赤帯イコール、海外文学。 現在、グーテンベルク21が、電子書籍化している。須藤康夫イコール編、従来講談社文庫で発行されていたものの合本。スタイルズ層の怪事件、ゴルフ場殺人事件、アクロイド殺害事件、青列車の謎、オリエント急行殺人事件、ABC 殺人事件を収録。マシュープリチャード、スタイルズ層の怪事件に寄せて、ありがとうございます。